こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も、雑談をしていきます。今日はロダンの言葉を紹介したいと思います。ロダンの言葉書って本が岩波文庫から出てます。13ページ。私は長い間モデルを見ています。モデルにことさらなポーズ姿勢を求めません。離れ馬のように工場の中を自由に行ったり来たりさせておきます。この辛抱な研究で私はたまにギリシア人のやり方を見つけます。仕事そのもののおかげです。彼らの彫刻を模倣してではありません。彼らの方法、メソッドが私に返ってくるのです。ちょうどあの門で復興期の芸術家に用いられた手段を私が使ったようにです。例えば、人体をあるものは薄い浮き彫りにしたり、あるものは高い全彫りにしたりする作装をやって、旨味を多く持ち、きたす美しいブロンド、明るい色の影を得ようとした類です。それとてもすでに創作された作品についてやり方を探し回ったのじゃありません。ただそれが自分のモデルから来たから役に立てたのですってことですね。モデルを、工場の中、工場っていうのは何ですかね。工場っていうのは製作所のことですね。に自由に行ったり来たりさせると。で、これによって、まあ、ギリシア芸術のやり方を再発見したってことですね。で、それは仕事そのもののおかげだということです。私は古典を読む力っていうか、まあね、つれづれ草とかたまに解説してるんですけども、まあいいことが書いてあるとはみんな言うんですよ。で、その現代語訳もされてんですけども、まあ実際に原文を読んでみると伝わってくるものっていうのはあると。その微妙なニュアンスっていうのは、現代語訳にするとなんか失われるところがあるなと思います。まあ結局ね、私が哲学書とか解説してても原文じゃないですからね。日本語訳で解説してるから、まあ結局原文のニュアンスは、まあ、消えてる部分があるんだと思うんですけども、まあとりわけね、ザラトストラとかね、ルターの訳した聖書、新約聖書のパロディがいっぱい入ってるそうなんで、言い回しとしては。まあそういうところが、まあわからないわけですね。まあそれは非常に残念なんですけども、ただ、まあ、日本語で読んでても大体原文のニュアンスはこうなんじゃないかなと、思いますね。まあ、気になればね、その原文、今すぐ当たれますからね、その、例えば、まあ、古典作品というか近代的な作品、まあ、著作権切れてればね、PDF ですぐ該当箇所見つけて、まあ、原文ね、字引き聞きながら読むぐらいはできるんで、まあ、やってみるとね、ああ、なるほどって思うことありますけど、もう時間がないんでね、私ももういい年なんで、今からね、フランス語やらロシア語やらね、もう一回勉強してね、やろうって気にはなんないですけど、まあ、英語だって、やっぱ、たまに英文記事読んだって知らない単語だらけですから、まあ、Google の字引きで調べながら読んでますけども、まあ、ただ、ね、やっぱり語学は若いうちにしかできないですよね。まあ、年取ってからもできるっちゃできるかもしれないですけど、まあ時間があるっていう意味ではね、学生時代に、せっせとやれば、まあ、ずっとものになるんでしょうけど、私はやったんだけど、語学の才能がいまいちなかったんで、なんかあんまり上達しなくて、もうね、ロシア語はまあ諦めましたけども、途中で結構、3年ぐらいでもダメだと思ったんですけども、まあただ、なんていうんですかね、なんていうんだろうな、難しいんですけどね、これ言ってることはわかるんですよ。モデルを見ながらギリシア人がどうやってか作ったか、大体自分で見当がついたってことを言ってんですね。ギリシア人のそのギリシア彫刻の真似をしようと思えば、みんな真似してんですけども、その彼らの方法ってメソッドってやつがあるんですね。こうやってやってんじゃないかと、こういう認識でこういう風に作ってたんじゃないかっていう、そのコツの部分ですね。これがハッとモデルを見ながら分かったと。
で、それを生かして、その、モンっていう、代表作みたいなのを作ったんですね。モン、代表作なんですかね。なんか、モンとか地獄とかありますよね。地獄のモンでしたっけ？ ちょっとな、忘れちゃったんですけども。そういうのが、作れたってことですね。そういうこと言ってるんですね。だから、模倣じゃないんだと。自分の中から湧き上がってくるものが、たまたま、その、ギリシア彫刻のエッセンスに似てたと。夏目漱石のね、夢中夜に出てくる仏像を掘り出す話なんですね。仏像、運慶がなんか仏像を掘ってんですけど、あれ掘ってんじゃなくて、埋まってるもんは掘り出してんだっていう話がありますけども。それとは違うか。ちょっと説明が難しいんですけども、そういう感覚があるってことですね。と思うんですよ。うまくいかないときって真似してるんだと思うんですよ、一生懸命。で、内側から出てきたものがたまたま同じだったっていうのと、一生懸命外側だけ真似してるっていうのは、これ全然違った体験だと思うんですね。だから、目の前にあるモデルをちゃんとやってるうちにギリシア彫刻に似てきたっていうならわかるんですよ。だけど、ギリシア彫刻を最初から真似ようとして作ってるっていうのは、これまた頭の働きは別だってことですね。ということは認識も別だってことですね。本当の認識っていうのは作ってるうちに似てきたっていう方がちゃんとした認識だと思うんですよ。一生懸命真似ようとして、外側のものを一生懸命観察してるっていうのは、それは、複製の複製だってことですね。だんだん説明してるうちに気づいてきましたけど、元は人間を観察するとこから彫刻作ってるんですから、やるべきことは人間を観察することなんですね、おそらくね。だけど、ギリシア彫刻の観察から始まっちゃうと、コピーのコピーになっちゃうわけですね。で、このコピーのコピーっていうのは、ダメだってことですよね。私、文章もね、だから、わかりますよ、やっぱり、その、何かのパクリだっていうのは、何かのパクリっぽいですもん、やっぱり。オリジナルな文章っていうのは、やっぱ、本人の観察から出てるから、モデルの観察なんですよ。だけど、よく書けてるけど、なんか、偽物っぽい文章ってあると思うんですね。それっていうのはコピーのコピーなんですね、やっぱりね。よくまあ劣化コピーっていう名前、いう言葉ありますけどね、今。元のものを見てない、本質、エッセンスの部分見てないってことですね。まあ今週星の王子様で読書会やるんですけども、だから大切なものは目には見えないっていうのは、大切なものは目に見えないけど一生懸命表現してるのが、としたらそれは、まあ、ロダンが言ってる意味でのその、まあ、モデルの観察なんでしょうけども、もう、あらかじめ固定、ある固定観念で見てるっていう場合は、やっぱり劣化コピーになっちゃうと。そのもの自体を見てんじゃなくて、何か自分の先に認識で持ってるものに当てはめて見てると。そういうふうにしかものを見れないと、やっぱ劣化コピーになっちゃうってことですね。だからやっぱ観察っていうのは重要だってことですね。続きです、ただそれらが自分のモデルから来たから役に立てたのです。ちょうど16世紀の彫刻家たちにやはり彼らのモデルからそれが掲示されたのと同じことです。ですからこれは見つけ物です。泥棒じゃありません。見えなくなった泉がまた湧き出すように、あるいはまた木の芽の精のように手段が戻ってきたのです。分かりですか。だから泥棒じゃないって言ってるんですね。モデルを見つけてるうちに、ギリシアとか、あるいはルネサンスの彫刻の方法を見つけたと。その巨匠たちが使ってた、彫刻の方法も自分でも再発見したと。それは、まあ、しばらく見えなくなってた泉がまた湧き出すように、あるいは木の芽が春になったらまた出てくるように、もう一回手段が戻ってきたんだと。いうことですね。そういう経験を、これは何にでもあると思うんですね。
そのこういう経験をしなきゃ学習したことになんないと。教育っていうのはそういう経験をさせることだと思うんですね、私ね。で、次ですけれども、この発見は5、6日くらいのことでは得られはしません。なんという辛抱、なんという意地っぱりを芸術というものは要求するのでしょう。仕事をしなければゼロです。それぞれの意味であなた方を誘導する傾向、趣味というものがちゃんとあります。ただ、この天賦の才能を発達させようとする欲望から世の中があなた方を隔離するのですということです。その発見というのは5、6日モデルを観察しているぐらいじゃ、そのギリシア人とかルネサンスの人たちがやってた方法っていうのは見つかんないってことですよ。ずっと辛抱強くやってて、ある時ハッとコツみたいなのを、個人たちがやってたコツを掴む時があると。だからずっと地道にやってないと、見つかんないし、ただ劣化コピー作ってるだけの話になっちゃうと。で、仕事をしなければゼロだってことですね。まあ、昨日はね、良性のナルシシズムと悪性のナルシシズムの話をツイキャスの方でしたんですけども、まあ、良性のナルシシズムってのは仕事の中で自分の仕事に誇りを持つことですね。まあ、自分へのナルシシズムもあるんですけども、一番は仕事の結果、まあ、仕事の過程で得たものに誇りを持つというのは、まあ、いい意味でのナルシシズムですね。で、悪いナルシシズムっていうのは持ってるものに威張るってことですね。もう最初から、まあ、美男美女に生まれたとか、なもう体がもう大谷選手みたいな 出来上がった体で、もうね、高校生ぐらいですごい体格がいいとかですよ。もう小学生の頃からもう170、180ぐらいあるとかですよ。そういうことあると思うんですよね。でも、そんなこと、まあ、女性で言えばね、もう子供の頃からなんだか天使のように可愛いみたいなね、なんかもうスタイルが抜群だとかね、あるかもしれないですよね。でも、それを誇ってしまうと、まあ、それ悪性のナルシシズムになっていくと。もうすでにあるものを、なんて言うんだろう。それにナルシシズムができちゃうと、まあ、あとは巧みにそれを演出していくだけの話になって、まあ、生産性がないってことですよね。悪性のナルシシズムって何も生産しないんですよ。だけど、良性のナルシシズムっていうのは、何かをこう、プロダクティビティに結びついてるってことですね。ずっと仕事を続けていくってことになると。で、悪性のナルシシズムっていうのは、とりわけでもその、ナルシシズムは個人で終わってる場合いいんですけど、ね、その集団化していくっていうんですね。まあ、自分のいる集団がすごいとか、自分の住んでる国がすごいとか、なんか、いろいろそういう形に変わってきちゃうと。で、そうなると、なんていうか、なんかマスヒステリーっていうかね、なんかファシズムみたいになっていくと。だからナルシズムっていうのは、それは悪につながるんだって、悪につながっていくんだっていうんですね、エリヒ・フロムは。たまたまその話したら今日発売日だったんですね、その本が。新訳で、講談社のね、講談社じゃないや、千曲学園文庫から、出てました。昨日調べたら。びっくりしちゃったんですけど。まあ、そんな話でした。で、仕事とかっていうのもやっぱり地道にやってると掴むものがあると、いうことですね。だけど、世の中っていうのは、なんていうか、地道にやって本質を捕まえていくっていうことから、欲望から世の中はそれから引き離そうとすると、今の世の中っていうのは簡単にすぐ上達するマニュアルみたいなものをやたらあるやたがるんですけども、まあ、ホリエモンさんが言ってましたよ。寿司職人が5年も10年も修行するのはバカらしいって言って、すき家橋二郎より美味しい寿司屋なんかたくさんあるって言って MX テレビで喋ってましたけども、多分、まあ、味としてはどうなんだか知らないですけども 私もそんな高級な寿司屋食ったことないから。ただ、仕事の中でしか得られない伝統的なコツっていうのは、おそらくあると思うんですね、それはね。それはやっぱ5年、10年、まあ、飯炊き5年とか言うわけですよね。なんか卵焼き作るのに、飯だけ炊くのに3年ぐらいやるわけですね。
で、なんか卵焼き作るのに5年ぐらいかかったりするんだと思うんですけども、寿司職人の人、本当のとこで修行すればですよ。で、それは無駄だって言うんですよ。で、それは無駄だって言い切れるのかどうかって問題ですね。やっぱロダンはそうじゃないって言ってるんですよ。ずっとやってるうちに分かることがあるんだって。で、続きですね。もし急いだり、行き着こうと焦ったり、労働それ自身を目的として考えなかったり、成功、金銭、勲章、注文などを思ったりしたらおしまいです。決して芸術家にはなれません。人目を喜ばすものはできるでしょう。凡庸な作品であるところから、群衆はその浅はかな英知とに近いからです。けれども、決して本当の芸術家にはなれません。しかも人は実に容易に自分の道を外れることがあるものです。ということ言ってんですね。これすごいいいこと言ってるんですけど、別に飯炊き3年とかね、卵焼き5年とか、なんかそんなようなことやんなくても、寿司職人にはなれんでしょうね、すぐ。そうだ、なんか夜中、なんかジャニーズの人が出てて、その3ヶ月で寿司職人になれるっていう専門学校を紹介してたんですよ。で、結構その脱サラして、そこに通って寿司職人なろうとしてる人が、外国人の人ですね。なんかインドネシアのハーフの人が来て、なんか母国でお寿司屋さんやりたいからって言って、3ヶ月でね、100万ぐらい授業料かかるらしいんですけども、一通り、3ヶ月で一通りを 握れるようになるらしいんですね。すごい、全部の魚どうやってさばくかやって、握り方も教えてくれるんですね、プロの人はね。やってましたよ。で、それは多分お金を稼ぐためだったら、それで大丈夫だって。同じことですね。成功や金銭などを持ったりすれば、人目を喜ばすものはできると。で、別に凡庸なお寿司だって、一般の人はそれで美味しいって言うから、別にそれでいいんでしょうけども、ただ本当に味がわかる人とか、お寿司の中にある、なんか、本質的なものっていうものが、を考えてる人にとってみれば、そこら中にあるお寿司は、偽物のお寿司だってことですね。本物だけ追求して食べに来る人がいるってことですね。そっちの方を別にお客さんとして見なければ、別に3ヶ月で専門学校で習って出す筋じゃいいと思うんですよ。ただロダンはそれは芸術じゃないって言ってるんですね。寿司が芸術かどうか、食も芸術である部分は大きいと思いますけども、でも一般的に食事が芸術であるような生活をしてる人なんで、ごく一部ですから、一般庶民の口に入るもんじゃないんでしょうけども。それでもね、アートと呼ばれるものは、やっぱりなんですかね。なんか本質をつかんでないと、アーティストじゃないってことですね。っていうことを言ってんでしょうね。だけど、そこの人は実に容易に自分の道から外れると。本質をついた道から外れてって、妥協に妥協を重ねていってしまうっていうことが、みんなにとっては起こりやすいと。こと言ってます。だけど、インスピレーションが湧いてきたりするのは、どっちかというと、本当に自分の道を極めようとしてる人にだけインスピレーション、アンスピラションって書いてありますけど、が襲ってくると。仕事に手を抜かないところに、地道な、なんていうか、やるところにインスピレーションが湧いていくんだって。そうじゃないところにインスピレーションなんか湧いてきこないってことですね。飽きられるような、すぐ飽きられるようなものしか作れないってことになっちゃうんじゃないですかね。ということを書いてます。皆さん、お仕事ね、やられてて、コツをつかむってことはあると思うんですよね。私もなんかやってるうちにコツをつかむっていうか、ありますよ、やっぱりね。なんか、ささやかなことですけども。でもやっぱりね、一生懸命やってないとつかまないような気がしますけどね。
そのマニュアルで、マニュアルっていうのはある程度のとこまで行くと思うんですよ。でもマニュアルっていうのはマニュアル作った人の限界でもあるから、マニュアルのいいとこは残してアップデートしていかなきゃいけないってことですね、自分でね。そういうことは思いますけどね。まあそんなことでした。以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。